エモリー大学ゴイズエタ経営大学院は、米国ジョージア州アトランタにある、私立校、エモリー大学の経営大学院。この名は、ザコカコーラカンパニー前社長であるロベルトゴイズエタに、由来する。米国ビジネススクールには珍しい4の、MBA プログラムを持つ。2年生プログラムについては、米国ビジネススクールランキングのトップ20の常連で、ありながら、 一学年180名程度と小規模なクラスサイズである。フィッシュバーンドライブから見たエモリー大学ゴイズエタビジネススクール本館勢力。右手前の建物はリッチメモリアルビルディング。1919年2月18日、エモリー大学のディーンハワード・オダムは理事会に対して経済経営学部の設立案を示した。これによって 1919年の秋からエモリーは経済学、会計学、商法のコースを開設した。1925年には学生145人と1 0 0人教職員1名、上勤助手1名、職員5名が所属していた。1926年に8人の学生が経営学士号を取得。その20年後、 1954年に最初の女子学生の入学を受け入れた。同年、ディーンのゴードン・シー付近によって MBA プログラムが開設された。1964年、ロンジェン戦によって最初の i ジンが開催された。各大学の経営を学ぶ学生を招待し、コンピューターシミュレーションを使用した競技会で各校がその経営手腕を競った。以後、 エモリーで毎年開催されたほか以後、他の地域でも、同種の競技会が開催されるようになった。1992年には、夜間、MBA プログラムが開始。アメリカガソシエーション・オブ・コリージェット・スクールズ・オブ・ビジネスが、修士課程の認定を開始したとき、エモリーは、最初に認可された学校の一つとなった。4年後、エモリーは、 アメリカ企業役員出身大学ランキングに初登場した。これは大学の新課程1979年に開始されたエグゼクティブ MBA などが貢献した。またこの時学生に4年間で MBA とホーム博士の両方を取得できるようにする計画もあった。1994年に学校は コカ・コーラの CEO であるロベルト・ゴイズ・エタに合わせて解明された。2000年には経営学の博士課程と不動産の新課程が導入された。2020年臨時議員としてカレン・セダトールが就任した。エモリー大学のメインキャンパスはジョージア州アトランタ近郊の郊外コミュニティであるリカー部郡のドルイドヒルズにある。このメインキャンパス内にゴイズ・エタがあり、 その他にも、エモリー芸術科学大学と、法科大学院及び、医学大学院を含むすべての大学院及び、プロフェッショナルスクールなどもある。その他のキャンパス内の主な建物としては、ドブス大学センター、ウッドラフポリエチレンセンター、ウッドラフ図書館などがある。アトランタの中心部であるダウンタウンやミッドタウン、よびバックヘッドの市街地から、メインキャンパスまでは、車で、 約15分である。フィッシュバーンドライブとクリフトンロードの交差点に面した大学院の建物は1997年10月に竣工した。資金の大部分はウッドラフ財団とエモリー理事会のブラッドリー・カリー理事長によって調達された。2005年に完成した9万平方フィートの研究博士課程ゴイズエタ財団センターには博士課程の学生とエグゼクティブ MBA の教室、 MBA キャリア管理センター、会議室、紹介議室がある。センターの各所には、バルサーカンパニー創業者のロンバルサー夫妻から提供されたバルサーアートコレクションの180点以上の芸術作品が展示されており、その中には、アンディオ・オーホル、パブロ・ピカソ、サルバドール・ダリのオリジナル作品も含まれている。ありがとうございます。